俺の隣に座りました。こう過去を的中させてるんで、まあ、その時点ではもう信用するしかないですよ。で、神社の敷地の中が小判だらけだった。すげえ。生活圏だから心霊スポット。うん。どうも、新横山ゆきでございます。今回もですね、素敵なゲストの方が来てくださっております。どうぞ。はい、皆さん、おはこんばんちは、りんりんでーす。ランランでーす。二人合わせて、カノー姉妹でーす。違うかー。霊感レンタル親父でございますよ。よろしくお願いします。これはね、いつもアドリブなのか、どっか考えてるのか、めちゃめちゃネタが豊富なんだけど。なるべく、ちょっと昔の人たちを出すようにしてます。はい。そんな霊感レンタル親父さんと今回もやっていきます。はい、それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ。はい、今回はですね、非常にね、興味深いんですけども、霊感レンタル親父さんがおすすめするパワースポットと、やばいと思う心霊スポット、めちゃめちゃね、興味あります。一体どんなものをね、紹介してくれるのか興味あるんで、ちょっとね、霊感レンタル親父さん、パワースポットと心霊スポット、まあ、どっちが前後しても構わないんで、はい、ご紹介の方よろしくお願いいたします。了解でございます。ちょっとね、とあるお話をしなきゃいけないんですけどもね、はいはい、東京から、まあ、名古屋に新幹線で向かっているときにですね、はい、ちょっと疲れてたんで、まあ、グリーン車取ったわけですよ、うん、はいはい、で、その車両を東京で乗ったのは俺一人だったんですね、はい、だから、グリーン車の中には誰もいない。で、俺一人が、その電車に、電車というかその車両に乗ってて、うんうん、で、名古屋に向かってる最中に、新横浜で女性が一人乗ってきまして、はい、で、俺の隣に座りました。おう。で、まあ、誰もいないんで、もしその席が俺の隣の席だったとしても、うんうん、ちょっとずれりゃいいじゃないですか。うん、そうですね。うん、でも、まあ、その彼女は、俺の隣に座り、うん、はい、で、まあ、俺、こう、ちょっと寝たふりなんかしながら、はい、なんだよ、とかって思いながらね、はい。ただ、その女性の方、まあ、やっと会えたわね。え？っていうふうに、怖っ。初対面なんですけど、はい、はい。まあ、その彼女は言ったわけですよ。はい。まあ、その方とね、こう、はい、あ、まあ、どっかでお会いしましたっけ？いやいや、初対面、みたいな話をしながら、はい。はいはいはい、まあ話をしてて、うん、で、まあ見た目、まあ50代の彼女なんですけど、うんうんうん、まあシャネルスーツかなんか着てて、はいはい、で、まあ結構身なりのいい方で、こう、なんだ、ナンパかみたいな感じで、こう思ってると、うんうんうん、まあナンパじゃないんで安心してとかって言って、はいはい、もう俺の思うこと、喋ってないわけですよ。なるほど、なるほど、はい。頭の中とか心の中両方を、まあ、読まれてるみたいなね。はい。どんどん言い当てられてくるわけですよ。うんうん、まあ、ちょっとお話ししましょうかって言って、うん、で、その話し出すんですけど、基本的には俺の経歴、生まれた時に、はい、まあ、お母さん亡くなってね、とかっていうところから始まり、うん、まあ、家が火事になって、で、そこから、まあ、いろいろこう、人生が、ああやこうやっていう話を、うんうん、俺が一言も話してないのに、全部俺のその経歴というか、うん、こう、身の上話をずっとその方は俺にしてくるわけですよ。うんうんうん、まあ、これから名古屋に行くのねっていう話になり、うん、あ、そうなんですよって、うん。で、仕事で行くんでしょうって、うん。で、あ、そうですよ。まあ、その方がその全部俺のこう過去を的中させてるんで、まあその時点ではもう信用するしかないですよね、はい、うんうん。コンサルティングの仕事で名古屋に向かってたんですけど、はい、その時にちょっともうその企業さんとは今回最後にしてお別れした方がいいよっていうような話もしていただいて、うん、で、まあ俺的にはね、せっかくこうできたクライアントなんで、うん、まあ長く付き合っていきたいなと思ってたんですけど、うんうんうん、でも絶対なんかあるから、それはやめた方がいいって言われて、うんうん、で、今日その、こう、まあ汚れというか、汚れというか、それを落とすために、うん、まあ、とあるホテルに一泊しなさいと。で、こっちとらもうお金も持ってなくて、うん、でも、こう、高級ホテルを言われるわけですよ。はい。で、そこの何号室に泊まりなさいっていう部屋番号まで指示するわけですよ。うん、そんなこと言われてもな、うん、でも、
まあ、信用した方がいいと思って、うんうん、で、仕事に行って、で、すいません、今回最後になります。うんっていう話をして、その後そのホテルに行って、で、はい、あんまチェックインしようとするわけですよね。はい、まあ今日飛び込みなんですけど大丈夫ですかって言ったら、うん、あ、大丈夫ですよ。で、うん、まあ以前泊まったことある部屋が、まあ何号室なんですけど、まあそこの部屋とっても良かったんで、その部屋泊まれますかっていう話をしたら、なぜかわかんないんですけど、まあ今キャンペーンでそのホテルのそのお部屋半額になってますって言われて、はいはい。で、半分の金額で泊まれたわけですよ。はいはい。新幹線の車中で、うん、その仕事の少なさとかね、うん、まあ、その今あなたがどういうことで困ってるでしょうとかっていうことを、全部詳しくその、うん、その方に話されて、うん、で、まあ、こっちとしてもね、こう、まあ、恥ずかしながら お金があったら全て解決するんですよ。うんうん、で、それももう当てられてて、でもまあ、新幹線はまあグリーン車乗ってますし、はい。時計もその時パテックフィリップしてたんですよね。はいはいはい。で、スーツも幼児山本着てたんで、うんうんうん、まあ多分パッと見、うん、そのお金がなくて困ってる人には俺見えてなかったと思うんですよ。うんうん、それを言い当てられて、うん、で、そこで彼女から伝えられたのは、もうその仕事が終わった後に、うん、東京に戻ってきたら、直近で岐阜にあるお墓に行って、うん、ご先祖様に挨拶をして、うんで、仕事頑張りますので、援助をお願いしますって、拝めっていうことだったんですね。うん。で、俺、岐阜に墓があるなんていう話も、まあもちろんしてないわけです。うん、そうそうね、うん。うん。それで東京に帰ってきたら、うん、その足で、この神社に行きなさいと。うん。で、そう言って、まあ、とある神社に行けっていうふうに言われたんですね。うん、はい。で、それまではそこは一度も参拝したことがない神社で、だから行き方もわからないんですけど、うん。まあ、車で向かったんですよ。うん、彼女は道がわからなくなったら、うん、空を見てくださいという話をされたんで、うんうん、で、まあ、案の定行ったことないところで、で、うん、俺自分の車にナビもついてなかったんで、うん、どこだどこだって迷ってる時に空を見たら、うん、そこに竜の形をした雲が、はい、こう、流れてたわけですよね。うんうん、まあまあまあ、それって偶然だろうとか、たまたまだろうとかっていう人いると思うんですけど、うん、他の雲はゆっくり流れてるんですけど、うんうんうん、その竜の形をした雲だけが、うん、こう、うん、その他の雲を追い越しながら、うんうん、どん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 進んでいく。うん、で、あ、このことだなって思って、うんうん、で、その流雲を追いかけて、うん、で、その後をついていくと、はい、まあ、ビルとかこう、建物の屋根の上から、うん、その金色の光が上に、空に向かって吹き出しているっていう場所が、はい、まあ、遠くに見えたんですね、はい。で、あ、あそこだって思って、うん、で、その場所に行きましたと、うん。で、そうすると、その間欠泉のように吹き出しているものっていうのが、実は小判で、で、眩しいぐらいの、こう、それが降り注いで、神社の敷地の中が小判だらけだった。うえ、すげえ。で、まあ、そこの神社に入って、はい、まずここで手を洗って、で、はい、こういうお参りの仕方をして、で、その後こういう経路で行って、はい、で、うん、そこで、まあ、お水をいただいて、うん、帰ってきなさいね、と、うん。で、そのお水で、まあ、ご飯を炊いて、で、そのお水がなくなるまで、食べてくださいね、っていうお話をされて、うん、その神社からお水いただいて、戻ってきたら、うん、まあ、留守番電話に、はい、それまではもううちの事務所閑古鳥鳴いてたんですけど、はいはい、仕事以来の留守番電話13件入ってたんです。どういうこっちゃ。で、俺多分その時期、拝みに行っただけで、多分30代で、俺、生涯年収稼いじゃったんじゃないかなっていうぐらい、お金回り良くなったんですよ。はい。で、この神社が府中にある、はい。大国玉神社っていうところだったんですけど。大国玉神社、へぇ、はい、大国主の御事っていう、うん、神様を祀ってる神社で、はい、はい。その新幹線で乗ってきた方って、はい。まあ、実は巫女さんだったんですけどね。はぁ。で、彼女は、そのお宅にある神棚の中に、うん、神様を入れる仕事をしてる方。
で、例えばこの神様とこの神様を入れますと、その時にこの神様同士が仲が悪いとか、ご先祖に昔こんなことされたからここの神棚には入りたくないよとかって言ったら、じゃあ、すいません、こういう条件だったらどうですかとかって言って、その神様を説得して、この神様とこの神様は仲が悪いんだけど、でもそこで仲を取り持って、一つのグループにして、その神棚の中に入れるみたいな仕事をしてる方だったんです。で、その方が言うには、その府中にある大國魂神社っていうのは、あなたの神社だから。だから、そのあなたの神社って言われたところが、もしかしたら他の方には、そうっす違うね。のかもしれないですけど、そうっすね。俺にとっては、多分、その神社で助けられた思い出しかないっていうぐらい、最強のパワースポット。すっげえ話。っていう最感じで初す。の出だしなんか、これ、パワースポットの話なのか、これ心霊スポットの話なのか、どっちなんだろうって。ねえ、グリーン車で女性が乗ってきて、ふっと座って、この人、さ、生きてる人間なのかどうなのか、わかんない。もしかしてこれ心霊スポットのお話かなとかさ。新幹線の中が心霊スポットみたいなね。なんか、この幽霊にどうのこうので連れてかれてみたいな。ああ、なるほど、さ、なそ、るほど。そ、で、そのホテルの部屋が、なんか、いわくつきの部あ、部屋だ。あれは、あれ？今大丈夫かな？あ、大丈夫です。聞こえます。その女性がどっちに誘おうとしてるのかっていうのが、もしかしたらその部屋に行ったら良くないことが起こる待かちな受けと。てる。と思ったら、えらい、どえらいパワースポットでしたね。で、俺、そのホテルに行った時に、一泊するつもりなかったんで、まあ、当時パソコンとかを常にこう持ち歩くような、そういう時代でもなかったんで、まあ、行って、テレビつけて、で、テレビ見たんですよ。で、その時に、ヘンリー・ランドワースっていう、方の、まあ、自伝的なものをやってて、で、ギブ・キッズ・ザ・ワールドっていう、フロリダに施設があるんですけど、もう、難病にかかって余命いくばくかの子供たちを世界中からその施設に呼んで、で、フロリダのディズニーランドに連れてって、で、その死ぬ前の思い出にしてあげようっていうような施設の方で、その方が、その自分が得るもので、その自分の生活を作ると。で、人に与えるもので、自分の人生を作るというような言葉を、まあ、話されてて、前の回で言った、その Nobody Knows Your Life っていう、その、ものと、そのヘンリー・ランドワースさんの、こう、自分が得るもので生活を作って、与えるもので人生を作るっていう、その二つが、もう、その頃からずっと俺の座右の銘になってるっていう。まあ、だから、その、お金儲かった儲からないとかっていうよりも、そのヘンリー・ランドワースっていう人がどんな人かっていうのを知れたっていうことが、多分俺にとってとても大きな成果だったんじゃないかなというふうに思います。メーカーさんが寄付に出てるじゃないですか。そういうのも、それがきっかけにあったんですそうかですね。ね。あ、俺、まあ、高校時代から、その老人ホームのとか、特養とか、そういうところのボランティアをやってて、で、それから子供たち、まあ、孤児院っていうところ出身っていうこともありますけど、そこに恩返しをしていこうと思って、で、俺、基本的には恩を受けたら、そのお返しって一生続けていくものだっていう考え方なんで、そこから、まあ、その頃の恩を返していかなきゃいけないなということで、子供たちに対してもボランティアをしてるっていう。で、それが、そいいの、言葉っすね。ヘンリー・ランドワースさんの言葉とつながって、で、ああ、そう、そんなことできたら最高だよな、と思うようになったっていう感じですかね。それはすごいっすね。人から受けた恩とか、まあ、いろんな恩があって、恩を忘れないようにっていうのはあるけど、ずっとその恩を返していこうってすごいっすね。これからね、先ずっと恩は返し続けていくんだっていう。そうですね。それはすごいですね。なかなかできないし。忘れないでいようとすることはね、できるけど。
でもただその前にも言いましたけど、その生死っていう部分に対しては、俺はすごいこう近くにいるっていう感じがあるので、死んでしまったら何も持っていけないじゃないですか。だからもう物理的な、その物欲的なものって俺はあんまりなくて、で、その持っていけるものはその思い出だけだと思ってるので、だから有り余る富があっても、それは別に必要なものではなくて、その寿命まで生きていけるだけのお金があれば、分配していった方がいいんじゃああ、ないかなというすふうごにはいいいっ思すいね。本当僕も思うけど、別に飯食って生きていけって、住むところがあれば別に。お金儲けを悪だと思ってしまう人って多いじゃないですか。で、ただ、そのお金を儲けてる人が、善だとすれば、まあ、それが、その人が自分で使う以上のものを分配していけるっていうことが一番の利点だと思うので、それは、別に悪いことじゃないんじゃそうないですかなね。というふうには思いますね。まあ、あとね、本当稼いだお金って、人が感謝して支払ってる、ね、お金だから。その、奪ってやろうとか、そういったことでね、得たお金だとあれだけど。人はそまあ、の、対価として、お金、ありがとうございますっていう思いで。そうですね。で、あくまで道具ですからね。いや、すごいお話だった。小判が降り注いでるってめっちゃすごいんだけど。あ、でもなんか、今の話聞いてると、やっぱり、霊感さんが、その、ボランティアだとか、そういうのやってきて、そういう行いがあったから、俺、なんか巡り会えた気がするんですけど。そうですね。そうかもしれないですね。自分がってなってる時って、やっぱり、その巫女さんに出会う前までがそういう人間だったので、金持ちになりたいというか、でも、日本のレベルとグローバルのレベルってもう桁が違うじゃないですか。だから、よく例えば若者に会って、で、金持ちになりたいんだよとかって言うと、じゃあ金持ちになったら何するの？っていうと、六本木ヒルズに住んで、で、毎日美味しいものを食べて、で、その六本木の、素敵な店で遊ぶみたいなことを言いますけど、まあ、海外の若者に会って金持ちになったら何買いたいの？っていうと、大体の人、油田って言いますからね。もうそのぐらい桁が違うんで、だ想から、像もつかないっすわ。そうですね。まあ、国によってもそれぞれだし、人によってもそれぞれだし。ただ、まあ、俺はそういう考え方でやってるっていうことです。そうですね。僕はお金得たら映画作ったり、なんかの制作費。それで、ね、助かる人が多分たくさんいて、面白いと思ってくれる人がたくさんいて、で、感動してくれる人がいてっていうんだったら、もう、なんとんかでもいいね、ことないじゃないですか。イベントやったりとか、とりあえずなんかの制作費。あんまり自分が、僕も贅沢は、そんな興味がないんで。なんか、ものづくりにお金は使いたいと。その神社ちょっと行ってみます。僕に合うかはわかんないけど。まあね、言って悪いところはないと思うんで。じゃあ、続いて、今すっげえパワースポット面白かったけど、続いありがて、とうございます。霊感さんが言うやばい心霊スポット。やばい心これ霊もスめっちゃ興味あります。ポット。お願いしままあ、す。これ、俺の YouTube 見てる人ならわかると思うんですけどね。まあ、ありとあらゆるところに、まあ、霊っていうものがいて、で、その心霊スポットっていう考え方次第だと思うんですけどね。で、例えば、俺の住んでる場所、これ見えるものにとってのあるあるなんですけど、住んでる場所の近所が一番の心霊スポットなんですよね。で、そこで生活してるんで、結局、まあ、何しようがその周りにいっぱいいることが、まあ、一番見える場所なんで、見えるから、生活圏だから心霊スポット。俺が今住んでる廃墟っていうのが、一軒家があって、その隣にまあマンションがあって、その敷地なんですけど、まあマンションの方って敷地、部屋数15世帯なんですよね。で、その15世帯にもかかわらず、まあ同居者同士の喧嘩とか、あと心臓発作を起こす方がいたりとか、座敷牢として使われてたりとか、まあ、脳一血で運ばれる方がいたりとか、まあ、住んでる方たち、癌になる方たちが多かったりとか、まあ、急性のアルコール中毒で運ばれたりとか、まあ、知らない間に急死してたりとか、階段から転げ落ちて大怪我したりとか、まあ、そのベランダから転落事故が起こったりとか、
まあ、顔面強打して、で、うん、骨折したりとか、はい、まあ、トイレの中では心霊現象が当たり前だし、うんうん、で、まあ、その、乳がんになる方がいて、意識朦朧になる方がいて、うん、で、不審死されてる方がいて、うん、で、まあ、暴力が起こったりとか、放火されたりとか、うん、その、行方不明になった方もいらっしゃいますし、うん、そのマンションから絶叫が聞こえるっていうこともありますし、はい、で、傷害事件で、警察が来たこともありますし、うん、で、なんかお岩さんの話したらもう顔が腫れちゃったとかっていう方がいたり、うん、その骨の病気で、切断しなきゃいけなくなったとか、うん、まあ、外に出るときには必ず全力疾走で走ってる青年が住んでたりとか、まあ、発狂される方もいるし、はい、ほとんどの部屋ゴミ屋敷だし、うん、虚言癖ある方いるし、全裸で生活してる方いるし、すごい、まあ、親子で肺がんになった方もいるし、はい、まあ、余命宣告される方はそれぞれだし、はい、まあ、家族全員が不審死なんていうね、そういう、もう15世帯しかないのに、そんなキーワードばっかりがその部屋にあるわけですよ。めちゃめちゃやな、それ。はい、もう次々に、もういろんなことが勃発するわけですよ。はい、はい。でも、まあ、このマンション、俺がオーナーなんですけど、そのマンションを中心としてね、はい。はい、お隣に住んでる方、はい。先日、コロナウイルスで旦那さんが亡くなりましたと。はい、はい。で、その方のお隣のお宅、はい。が、旦那さんが首吊りましたと。はい、はあ。で、そのまたお隣のお宅が、旦那さんが、まあ、肺がんで発見されてから3ヶ月で亡くなって、はい。で、その裏のアパートの大家さんは、はい。旦那さんが亡くなってからアパートの経営を始めましたと。うん。でも、その大家さんって先日孤独死されたんですよね。はい、はい。で、そのマンションの反対側が、まあ、旦那さん宗教絡みで失踪されて、うん。うん、で、そのお隣は旦那さん交通事故で亡くなって、うん、で、そのお隣は旦那さんが肺がんで亡くなって、うん、で、マンションのお向かいさんは、はい、旦那さんが、まあ、高いビルから転落死されて、うん、で、そのお隣は旦那さんが脳溢血になって運ばれて、うん、で、そのまたお隣は旦那さんが海が溺れて亡くなって、はい、で、そのお隣が、交通事故で相手方の方が亡くなって、うん、その後、加害者の息子さんは不審死をされてて、うん、で、まあ、そのお隣から3件続けて旦那さんが心臓発作で亡くなって、うん、で、その一番端からまたそのお隣さんは肺がんで亡くなって、で、そのマンションのお向かいさんの右側は旦那さんが心臓発作で、はいで、その隣も同じく旦那さん心臓発作で亡くなって、はいはい、で、その裏側は旦那さん脳溢血で亡くなって、うん、でも、とんでもない、とんでもないところなんですよ。全くもういっぱい言われたけども、全然覚えきれへん。覚えきれない。だからその、多すぎて、その道って、御家さん通りなんですよ、はい。全部旦那さんだから。ああ、はい。だから、女の人しか住んでないの。ああ、なるほど、はい。女性の方が亡くなる前には、ほとんど旦那さんが死んじゃうので、うん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 、もう、この数百メートルのこの道沿いって、一軒家はほぼ女性しか住んでないんです。おっていうぐらいの御家さん通りなんですよ。はい。でも、まあ、稀に数人旦那さんが、旦那さんというか、男性が住んでるんですけど、うんうん、で、その方たちって、全部、御家さんの娘さんと結婚された養子の方たちです。あで、まあ、何がそうさせるのか分かんないですけど、まあ、その地域っていうのもきっちりと決まってて、線引きされてて、うんうん、で、その地域から道一本外れただけで、その法則には当てはまらないんです。で、まあ、これ御家さんの、あるあるなのかもしれませんけど、まあ、その亡くなった旦那さんたちって普通に今でも生活されてるんで、で、俺その道沿いではしょっちゅう亡くなられた旦那さんたちから、まあ、声かけられるんで、ああ、どうも、とかって言ってこう、挨拶するんですけど、その御家さんの人たちからしてみると誰もいないところに挨拶してるのが、ね、多分変な人なんで。あ、亡くなった方が、そうそうそう。まだそこにいちゃう。うん、普通に生活してる方たちが多いんで、上に上がれなかったんですかね。
うん、ああ、そういう方もいればっていう感じだと思うんですけどね。うん、まあでも、そんだけひどい状態なのに、うん。その地域って大島テルには一件も乗ってないです。絶対に乗りそうっていうか、乗らなきゃ変ですよね。変ですよね。うん。で、だからそういう心霊スポットっていうのも、ありますよっていうような、まあ、話なんですけど、で、まあ、例えば、生き霊とかっていうことであればね、浦安にある夢の国であるとか、あと、まあ、乃木坂にある男性タレントアイドル事務所とか、まあ、そんなとこ行けばいっぱいいると思うんですけど、ああ、生き霊がね。まあ、ファンの方とか。ファンの方とか、まあ、いろいろな事件に巻き込まれた方とか、夢の国だとね、また楽しいところに集まるとも言うし。そうですね。あ、でもあそこって、俺ね、まあ、夢の国って、まあ、ディズニーランド自体は、俺、18の頃に、ディズニーランド作ってたんですよ。おお。で、なんか日本にディズニーランドっていうのが来るよって言って、ほう。俺、まあ、美術系の学校行ってたんで、すご、霊感さんちょっとすごいんだけど、なんかいろいろと。で、もう、何にもない吹きっさらしの、こう、海の埋め立て地の上で、もう、ペンキ塗ったりとかしてたんですよ。で、その頃って実は、そういう生き霊というよりも、そういう、こう、何、禍々しいものが多かったんですけど、それが、今、一切なくなって、で、多分今、楽しい生き霊の人たちがいっぱいいるとかっていう形だと思うんですけどね。ああ、やっぱり、ねえ、さっきも言ったけど、なんか、自分がハッピーな気持ちでいるとか、そういう強い気持ちでいると、変なものをやっぱ寄せ付けなかったりっていうそうのはですね。あるけど、その、ディズニーランドでみんながハッピーな気持ちだから、そういう街自体も、禍々しいのがいなくなっちゃった。まあ、その霊感あるあるというか、まあ、じゃあ、うちの周りが一番の心霊スポットですよって言ったところで、多分これ見ていただいてる方たちは、まあ、いけないと思うんで、そうですね。ま俺の地元というか、育った場所というか、庭だった、横浜という場所に限定してですね、ちょっとその観光を兼ねた心霊スポットということを、あ、いいっすね。お伝えしようかなというふうに思うんですけどね。まあ、俺の育った横浜っていう場所、ちょっと変わった心スポが多いと思うんで、まあ、観光できるような感じのご紹介しますね。で、ああ、それはいいです。地方の方って横浜っていうと多分中心地横浜駅だと思うと思うんですけど、まあ、地元の人はもっと東というか、まあ、南という、まあ、東南かな？駅で言うと、桜木町、関内、石川町っていうね。この三つだと思うんですよ。で、まあ、サザンオールスターズで言うところの原坊の実家があるところ。で、まず一般的な例っていうことで言うと、チャイナタウンですね。横浜中華街。で、ここは、まあ、いろんな国の方たちもいらっしゃいますし、で、中心の道路も裏道も、その一般的な例っていうことで言えば、結構見えると思います。その見える方たちにとっては。中華街で横浜中華見える。街。見えると思います。ポジティブなものもネガティブなものも、そこの場所にはいると思うんですけどね。で、その中華街から、中村川っていう川を挟んで、元町っていう地域なんですよ。中村川って、俺子供の頃には、反社の人たちの体が浮いてたりとかね。普通にしてた場所で。普通に 普通に。で、この川にポンって捨てると、埠頭の方に流れていくんですよね。都合が良かったわけです。まあ、サザンオールスターズでいうところの大黒埠頭ですよ。で、まあ、元町。ここは俺、海外の方たちの例が多いような気がします。シャイニングっていう映画に、双子の女の子出てくるじゃないですか。あれの男の子版。で、まあ、背丈もあのぐらいの年齢の金髪の男の子二人。俺、子供の頃に、霊ですよ。その双子の霊に、こう、バーンって転ばされて、片っぽの足ずつを、その男の子たちに持たれて、で、まあ、さっきの話じゃないんですけど、両足持たれた状態で、元町の商店街引きずられたことありますから。もうこれ、そ偉人。れ、他の人にはどう見えてるんでしょうかね。見てた人は、俺が転んだ状態のまんま、スライド、足の方にスライドしてったって。
言ってましたね、親に。あの、じゃあ、双子は見えてない。双子は見えてないで、俺だけが滑ってって。そりゃ、ここは、ありえないですもんね。もう、これ、いじめっ子の例なんですけどね。ああ。で、まあ、その元町の、今度、坂を上がっていくと、まあ、外国人墓地っていう場所を通り抜けていくんですけど、だからもしかしたらその外国人墓地がその元町にあるからかもしれないですよね。で、その坂道登り切ると、まあ、港の見える丘公園っていう公園になってまして、で、ここは女性の霊が多い気がします。これ、ユーミンで言うところの すごいな。ドルフィンとかがあるところです。で、その山を降りると、人形の家っていう建物があって、で、ここ1万体以上の古い人形が展示されてます。で、もうある意味、もう呪物だらけで、で、俺みたいな人間がここに行くとちょっと大変なことになる。で、その道を今度戻ってくると、山下公園っていう。で、まあ、この山下公園、ここ結構広いんで、で、まあ、ピンポイントに言っていくと、まあ、氷川丸っていう、客船が止まってるんですよね。もう、これ動かないでもずっと停泊してるだけの客船なんですけど、で、ここはもう、船内の見学できるんですけど、まあ、ここ、中には結構いますよ。で、まあ、これサザンオールスターズというところのマリンルージュ乗るとこですね。で、同じ道沿いにマリンタワー。で、マリンタワー昔結構いたんですけど、今館内にあまりいないような気がします。で、同じ道沿いに立つニューグランドホテルっていうホテルがあるんですけど。で、これ終戦後に GHQ が占領してマッカーサーがいた場所なんですけどね。こう、軍服着てるような人っていうか霊っていうのはまあ見かけたことないんですけど、古いスーツを着てるような方を館内でたまに見かけます。で、これ今、新しく新館っていうのができたんですけど、これ休館のみで、もしお泊まりになるならば、ここおすすめ1泊24万円で、315号室っていう、部屋指定で泊まっていただくと、これ315号室ってマッカーサースイートって言ってマッカーサーが続いたところなんですよ。で、メイドさんの例とかそういうのも見えると思おー、素晴らしいですね、そのいます。はい。案内は。はい。で、新館の方っていうのは例らしきものは、まあ普通のホテルにいる程度です。まあ、これサザンオールスターズでいうところのシーガーディアンがあるところですね。で、ユーミンがまあ出そたれのはを、1回ですね。ユーミン1回です。サザンオールスターズいっぱいで言った。いっぱい、今サザンいっで、ぱいいっぱい。これを桜木町方面に行くと、横浜三塔っていう建物があるんですよ。塔っていうのはこう、バビルの塔みたいな塔ですね。キングとクイーンとジャックって呼ばれる3つの古い建物があるんですけど、この建物の中でも、キングとクイーンは、まあ結構古い例を見られると思います。まあクイーンに関しては、関東大震災の時に壊れてしまって建て替えられてるっていう、関東大震災以降の建物なんで、その前からあるキングとジャックっていうものに関しては、まあ古い例が見られると思います。で、その先に大桟橋と赤レンガ倉庫っていうのがあるんですけど、まあ、ここは、横浜が港未来っていうような形で新しくなってしまうんで、まあ、ここら辺はもうあんまり多分その霊らしき霊っていうのは、いないと思います。おお、港未来は港待っ未て。来。まあ、それ以外にね、横浜って実は福富町とか、末吉町とか、あと日の出町とか、あと、曙町とか、寿町とか、まあ、小金町、初音町とかっていう、その中でも寿町って言われるのは日本一危険な場所って言われてる。まあ、昔は歌舞伎町なんかよりももっと危なかったよって言われてるような場所なんですけど、まあ、そこら辺はディープすぎるんで、まあ、観光がてらの新スポには向かないかなという場所なんで、まあ、そこら辺もし、行きたいっていう方がいたら、ここら辺見るといいよっていうのをお話しできると思います。聞いてみてくださいと。まあ、そんな感じでした。そんな感じです。ああ、まあ、横浜の、まあ、観光しながらの心霊スポット。そうですね。しかも音楽を聴きながら。音楽を聴きながら。サザン、ユーミン聴きながサザン、ユーミン、クレイジーケンバンド。ら。聴きながら。聴きながら。
じゃあ、今、やばい心霊スポットの場合は、最もなのは、ね、住んでる場所。これはもう霊感あるあるで、多分霊感の強い方たちは自分の近所が一番見えるんじゃないのっていう話ですね。まあ、人にね、おすすめするんだったら、まあ、横浜。おそ横らくその浜、ルートで。食べ歩きで、食べ歩きで、中華街で食べながら。そのルートで、まあ、幽霊見なが 幽霊見えないと思うけど。普通の人っていうか、霊感ない人。楽しんでいただければ。僕、普通に観光しちゃいますよ。ありがとうございます。いえいえ。はい。パワースポットの話も面白かったし、さっきの マンションの話とかすげえやばかったで もう本当に何でって思う感じですよね。す。そう、多分。そういう住む場所によって、防ぎようがないっていうか、そうですね。そこ住んじゃったらもうその末路をたどるしかなくなっちゃう。そうそうそう。だから俺、基本的には、実名も出してないし、顔出しもしてないし、それが俺だって分かっちゃうと、多分俺の近所の人たちが気づいたらやばいって思っちゃうかもしれないですよね。多分みんな考えないようにしてるから、なんとなく生きてってますけど、それ多分考え出したら怖くて住めない。そんなに、その地域だけはそんなに繁栄しません。大島てるさんも気づかない気づかない。場所。気づかせない。気づかせる。気づかせな それ怖いっすい。ね。もしかしたらね、大島てるのサイトで載ってるのはまだまだ優しくて、そこにも乗らない、ここに気もづ乗からせないものは最もやばいかも。俺、その地域、限定の地はい。域から、ちょこっと離れたところに、はい。倉庫代わりにアパート借りたことあはい。るんですけど、はい。その借りたアパートって、まあ、床とか壁とか天井とかにブルーシート貼ってあって、中に入った時に、血だらけの女の人と、包丁を持った男の人が、二人揃っていたことがあるんですよ。それ、大島テルで見たら、旦那さんが奥さんを刺し殺して、で、自分も自害した。っていう場所を倉庫として借りてたんですけど、で、そこはもうその区画からほんのちょっと離れたところなんですけど、そこちゃんと炎ついてますからね。だからその、俺が言ってるやばいよっていう場所は、多分、霞がかかって見えないようになってるのかもしれないです。表に出ない場所というね、そんな近くにあるのに、か。うん。そこしか乗らないっていうのね。そうそうそう。ありがとうございました。はい、とんでもないです。ちょっと霊感さんかなり、深い、すごくいろいろ深い話が多いんですけど、それでもまだちょっと触りの部分を、ちょっと触、なんかね、触れただけみたいな感じで。そうですね。まだまだね、掘り下げて聞きたいことはいっぱいありますけども。いやいやい基本的にスイッチをオンにしたりオフにしたりっや。ていうようなことが多分うまくない人なんですよ。だから、普段の生活の中で見えてしまうことが多くて、で、それが日々更新されていくので、まあ、怖い怖くないに関わらず、その怪談とか不思議談みたいなものっていうのは、毎日増えていくので、話の、数だったらいくらでも話せるよっていうところはあるんですすけど。げえ。まあ、怖い怖くないは別ですよ。じゃあ、そのね、霊感とかもそういうなんか感覚っていうのは弱まったりする方もね、いるわけだけども、霊感さんまだまだ鋭くなってる。どうなんでしょうね。だから、例えば同じようなタイプの人と、ほら、あそこにいるよねって言っても、その人が、どこどこ、っていうこともあるし、その人がほらほらって言っても、俺がどこどこっていうパターンもあるし、だからそこら辺はもしかしたら変わりながら、こう大人になってるのかもしれないですけですよね。なんか、あと見え方が違うっていうのもありますよね。ど、そうですね。同じ場所で同じものを見てるんだけど、見え方がちょっと違うとか。
ある人には子供に見えてて、ある人には老人に見えてるとかっていうこともあるみたいですしね。そこまで極端に違うんですね。うん。いやー、面白かった。多分視聴者の皆さん、もっと話聞きたいこといっぱいあると思うんだけど。ありがとうございます。俺も全然聞きたいけど。またいつでも呼んでください。はい、こんな感じで。めちゃめちゃ面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもね、パワースポットとか参考にしてください。で、あと横浜ね、観光しながら、観光しながら。サザンとかユーミン、クレイジーケンバンド聞きながらですね、聞きながら。幽霊いるかなっていう感じで、回っていただければとはい。思います。はい、レイカさん、ちょっと告知をどうぞ。YouTube チャンネルやってます。霊感レンタル親父の不思議な日常という YouTube。今年に入りましてから毎日更新しておりますんで、今年は366本を目指して頑張っております。よろしくお願いいたします。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。はい、お願いします。霊感さんのいろんな話が聞けますんでね、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、で、どうも、霊感さん、ありがとうございました。とんでもございません。ありがとうごはざいまい、した。まはた何かよろしくお願いいたします。い、お願いいたします。はい、それじゃあ、またねー。よじゃろしく、ねー。哀愁。いい夢見てねー。よろしく、哀愁。竹千代、聞いたぞ。北海道から何東京来るんだってさ。とんでもない勇気だね。悪いけど東京から北海道1000キロだけど、申し訳ない、3000キロ行っちゃえよ。そしたらどこまで行っちゃうんだ。山口まで行っちゃうよ。行き過ぎ行き過ぎ、鎖骨の溝が行方不明。ぽいぽーい。おい、何言ってんだお前。